皆さんこんにちは。煙研究室第3弾眠くなっちゃったに出演いたします、なおです。一番はすごくワクワクしています。新宿でケラさんと犬山犬子さんのトークイベントがあっていて、お友達にお誘いいただいて見に行った時に初めてケラさんと小川さんにご挨拶をさせていただいて、そこが初めましてだったので、その時はまだ舞台も私は踏んだことがなかったので、いつかご一緒できたらと思っていたお二人と携わらせていただけることが本当に嬉しくてワクワクしています。私たちはすごくこう情報が溢れていて、管理をされている世の中に生きているということを感じたので、ただその中できっと昔はもっとこう制限されることが多かった中で、今は何かを購入するとこういうものもありますよって制限ではない、また誘導される管理をされている瞬間もあるなっていうことをすごく感じる時があって、またこの煙研究室眠くなっちゃった今から出来上がる本の中で何が本当なんだろうっていうことを手繰り寄せながら、皆さんと一緒にこの物語を生きられたらいいなとすごく感じています。顔の筋肉が痛くなるぐらい笑ってしまう瞬間というか、自分の中からこういろんな気持ちが玉手箱のように出てくる瞬間がたくさんケラさんの作品を拝見しているとあると感じているので、ケラさんの作品の中でお一人お一人がそこに生きていて、たくさんの人物がその物語の中で生きているけれど、その一人一人に何かこう自分を見つけられる瞬間があったり、見ている私たちも取りこぼしちゃいけないなっていうことをすごく、感じるので、その物語の中に生きさせていただくということで、本当により一層身を引き締めていろんなことを取りこぼさないようにしたいなというふうに今感じています。初めましての方もすごく多くて、すごいですよね。本当にすごいなと感じています。舞台上で、私は客席で見ていた先輩たちとこうやってこんなに一気に同じ作品で同じ世界の中で生きられるということが、とっても今はワクワクしているような、こうドキドキしているような、すごくこう幸せな怖さみたいなものを今すごく手に感じているんですけど、稽古場という場所で健やかな成長を重ねられるように頑張りたいと思います。今回こう振り付けもあるというふうに少しお聞きしているので、何かこの物語の中で身体的な動きというのがきっと心理描写とリンクして何か描かれるのかなと今は予想していて、舞台上の上でどういう動きがあるのかっていうのはすごくすごく楽しみですし、これだけの人数がこの世田谷パブリックシアターの舞台上で一気に集まることがあるのか、全員が出演するシーンがあるのかというのも私自身今まだ明かされていない状態なので、あったらいいなというふうにすごく楽しみにしています。皆さん、煙研究室第3弾眠くなっちゃった、これからお稽古が始まります。その中で研究を重ね、皆さんに初めての
体験をしていただけるような瞬間を一緒に過ごせるようなお稽古を自分自身も重ねて成長した姿でまた舞台に立ちたいと思っています。ぜひぜひ劇場へお越しください。お待ちしております。